シンタクチルのアジアンロックライジング。はい、皆様ごきげんよう。この放送を収録しているのは平成29年11月の10日ですね。まだ年末というね気分ではありませんけれども、前倒し的な感じで友人に誘われてですね、飲みに出ることがちょっと増えてまいりました。わざわざね、もう遠くから2時間近くかけて私の住んでる方にね、近い町まで出てきてくれる友人もいまして、先日もね楽しく飲んだんですけれども、その友人はね人混みを歩きながらかなり驚いておりました。というのも、女装のね男性をかなり見つけたようなんですね。まあ、確かに最近ではね、女装している男性をごくごく普通に見かけるようになってきたんでね、私はむしろ気がつかなかったんですけれども、その友人はねもう即座に見つけて、その多さにびっくりしておりました。確かにそうですね、そういう方々を少し昔はね、まあ、ちょっと変わった方だなという感覚で見る節がねありましたけれども、現在人が集まる都心においてはですね、案外普通の風景として一般に溶け込んでいるような気がしますよね。そういう方の中にはね、まあどうなんでしょうね、身も心も異性になりたいという、もう体つきとかね心が別の人と、とりあえず異性の格好を、まあそういうね装いをしてみたいという、楽しみたいという人とね、まあいろいろいるんだと思いますし、他にもね、まあトランスジェンダー的なね話なんかも昨今はいろいろとありまして、そうですね、最近はね、つい最近はもうメタル界でも、キャブライドホームというバンドですかね、ダニカ・ロームという方がいましてね、その方もトランスジェンダーなんですが、バージニア州の議会選挙で勝利を収めたということでね、今話題になってますけども、そこはまあひとまず今回は置いときまして、そうですね、歴史的に見ても男装や女装っていうのはね、やっぱりあったことで、それそのままのね事実かどうかはともかくですね、日本の危機にもですね、記述されてますよね。まあ芸能関係ではね、白拍子とか歌舞伎なんかはもうよく出てきますし、それ自体は驚くことのほどでもないですけどもね。またそうですね、以前は女性がやるような仕事とかね、男性がやるような仕事っていう区別、性別のね特色とか役割を生かした部分、もしくはひょっとしたらね、思い込みとかで決定づけられているものも中にはあったのかもしれませんけども、そういうね分け方っていうのがね、明確に男女であったような気がします。しかしですね、今はそういう垣根が低くなってね、こう乗り越えてる部分があると思うんですけども、例えばね、男性の保育士とか看護師、女性はねタクシードライバーかなり増えましたね。あとは電車の運転士なんかもね、女性増えましたね。その辺がもう分かりやすい例じゃないかと思うんですけども、あとはそうですね、男性がね育児を積極的にこなすイクメンっていうのも、そういう範疇という感じなんですかね。まあよくわかんないですけども、まあともかくですね、そんなことを踏まえつつ、今年見かけたニュースでなんとなく印象に残ってるものっていうのがありまして、男性だと思ったら女性だったという話ですね。まあ何も一晩共にして朝目覚めたら、あれれ大変なことになってたぞっていうのではなくてですね、ちゃんとしたお話で、そのお話とはですね、スウェーデンのビルカという場所に1000年以上ですね前のバイキングのお墓がありまして、今からですね100年以上ですね前に発掘されたようなんですけども、その中にはですね、剣と矢尻、あとは槍とかね2頭の馬が埋葬されていたらしいんですね。一緒にね、
で、まあ、かなり他と比べて立派なものだったので、さぞかし、なんですか、勇猛果敢だった男の中の男のね、戦士だろうということで、これはバイキングの男戦士の理想の墓として知られていたようなんですよ。ところがですね、遺骨を DNA 検査にかけたところ、それが女性だったということが判明いたしまして、研究者たちを驚かせたということなんですね。まあ、昔からね、なんか女性の戦士がいたっていう文献はあったみたいなんですけれども、今回のことでそれが事実であった可能性っていうのはね、一気に高まったということなんですよ。まあ、日本にもね、例えばくのいちみたいなとは別に、なんか女性の武将とかね、剣術家の話っていうのも残ってますよね。そういう部分はね、やっぱりちょっと興味ありますんでね、もっと研究が進むと面白いなと思うんですけども、やっぱり資料がね少なくて難しいんでしょうね。はい。で、まあ、ところでそのバイキングといえばですね、まあ、食べ放題のレストランではなくてですね、まあ、それはどうでもいいんですが、やっぱりバイキングといえば少々粗暴というかね、まあ粗暴って言ったらあれですけど、荒くれ者ですね。まあそういうイメージをなんとなく持ってしまうと思うんですけども、同時にね、彼らは幅広い交流とかね、交易、まあ活動範囲持ってましてね、北ヨーロッパからアイスランドとかね、グリーンランドを通って北アメリカの方まで行ったりとかですね、あとはスペインとかポルトガルを通って、イタリアですねとか、まあもちろんロシア方面まで足を伸ばしていたということなんですけれども、さらにね、やっぱり、注目すべきは彼らの航海術だったりとかね、他にもやっぱり食べ物ですよね、ハーブとかスパイスをねどう使ってたか、またはお酒はどうだったかとかね、保存食とかのね、その豊かな食文化ですね。他にも暗号とかね、あとまあ、ルーン文字で残された文章なんかもね、結構ロマンがありますしね。私は結構気になるところもあるんですが、あ、そう、あとはね、やっぱね、バルハラで会おうと言ったかどうかは分かりませんけれども、その勇敢な戦いね、他にもね、何ですか、近年ではイスラム文化との接点もね指摘されてるようになっているようなんですが、やはりねバイキングの生活には信仰が結びついておりますんで、まあ、自然とねそれは北欧神話に通じてくるわけですよ。でね、まあそういう世界観が好きだというミュージシャン、やっぱりヨーロッパにはね多いですよね。まあただヨーロッパならいざ知らず、アジア圏はどうなのかなって、やっぱね関係ないですからね、ほぼと思ったら、実はね、あららっと韓国にいました。ただしバイキングメタルとは音楽的に何の関係もありません。ただ北欧神話が好きで、アルバムのアートワークにですね、バイキングの戦士を登場させているというだけなんですけども、音楽とはですね、まあ、直接の関係はなしにそれを用いているということはね、結構珍しいなということで、今回は韓国のバンドをご紹介いたしましょう。ディスラプションでモンストロシティ。Yeah.
ということで、いつも通りの強引な流れから、今回の1曲目は、韓国のディスラプションというバンドの2017年、今年発売されましたデビューアルバム、Entombed in Reveries から、モンストロシティという曲をお聴きいただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。実はね、このディスラプション、現在31歳で、ソウル在住のキム・ヘソンという人物のワンマンバンドでありまして、彼が音楽的に影響を受けたのはですね、聞いたところによると、ラミスタイン、スリップノット、インフレームス、ザ・ブラック・ダリア・マーダー、ダーケスト・アワー、メガデス、スケルトン・ウィッチなどだと言っておりましたけれども、彼の中での一番はザ・ブラック・ダリア・マーダーということでね、やっぱりデビューアルバムでのディスラプションの音楽性は今お聞きになっていただいた通りですね、ザ・ブラック・ダリア・マーダー的なメロディック・デスメタルの範疇にあるものなんじゃないですかね。ただ、キム・ヘソンさん曰くディスラプションとしての音楽スタイルを明確にしようと幾度となく挑戦してみたけれども、良い答えが出てきていないということらしくてですね、本人的にはスラッシュメタルとメロディックデスメタルを基本にしたものというざっくりとした答えでございました。ただね、そうですね、今現在の世界の主流としてはメタルコアとかね、デスコアとか、いわゆるそうなんとかコアっていうスタイルでありまして、メロディックデスメタルっていうのはね、やっぱり一昔前もしくはそれ以上前がね全盛だったわけで、当時メロデスと言われていたバンドもですね、だんだんおしゃれなロックになったりですね、あとはなんとかコアっていうね要素が強くなったりで、他にもね、もう解散してしまってるバンドも結構いますからね。今更ながら、こういうディスラプションみたいなバンドが韓国から出てくるっていうのはね、珍しいなとは思っていたんですけれども、キム・ヘソンさんもですね、当然それは分かっておりまして、彼曰くですね、韓国ではヒップホップと K-POP が今でも最も人気のあるジャンルで、メタルシーンはかなり小さい。メロディックデスメタルはさらにその中でも狭いジャンルでしょうと。この10年を見ても大きくなってはいない。それでも少ないファンたちは熱心にサポートしてくれている。それに音楽スタイルでいうメロディックデスメタルは5年から15年前がピークで、今は古くなってしまっていると認めざるを得ない。もちろん良いバンドはいるけれども、一般的な人気は低下していて、ほとんどの新しいバンドを始めようとする若者たちは、なんとかコアという新しい音楽を聴いてきた世代であるから、メロディックデスメタルという音楽はプレイしていない。だから、こういうスタイルの変化は避けられないことだと思っていますと話してくれました。このようにね、若い世代を彼が語るということはですね、キム・ヘソンさん、彼自身、若い世代ではないということですね。少なくとも、15年前のシーンの音を聞いていたということなんですけれども、確かにね、冒頭にもお話しした通り、彼は今年で31歳ですので、まあ、そうですね、まあ、合点がいきますね。15、16で聞いてるということですよ。そしてですね、さらに話を伺っていくと、なんと、今年のね、今年のとか、まあ今回のデビューアルバム、Entombed in Reveries にはですね、10年以上前に書かれた曲が入っているということなんですね。ということで、ディスラプションの成り立ちを簡単に振り返っていただくことにしました。話によると、キム・ヘソンさん、子供の頃はね、アニメドラゴンボールが大好きだったということなんですけれども、15歳の時にラムスタインのですね、リンクスとドライフィアですね、リンクス234ですね、はい、を聞いて、衝撃を受けて、メタルの道に踏み込んだということです。そこが転機だったんですね。そして、そこから先ほどお話ししたように、スリップノット、インフレームス、あとはメガデス、ザ・ブラック・ダリア・マーダーなんかに影響されるようになっていくわけです。でですね、その後はですね、大学生の時にスクールバンド、そしてその他にもですね、KAGE という綴りで、ケイジだか、
影だか読み方はちょっとね、わかりませんけども、そういうバンドにもね、一時期在籍したことはあったようですが、主だったバンド活動はディスラプション以前にはしていないということになっているようです。で、このディスラプションですけれども、ちょっとしたね、個人的なプロジェクトとして2015年に開始したようです。ただ、楽曲自体は2005年から書き始めて2015年まで10曲以上を書き上げたと言っていましたんで、ちょうどアルバム1枚制作するには良い分量だったということだと思うんですけども、そういうね意味もあって、あくまでも個人的な記念としてアルバムを制作してみようと思ったのが、きっかけだったということですね。しかしですね、まあ話はここで終わりません。彼のそのプロジェクトにですね、ジュヒという人物が興味を持ったんですね。この人物、実はですね、同じくソウルのメロディックデスメタル、テラーマイトのギターボーカルのイ・ジュヒなんですよ。で、まあ、テラーマイトはですね、2010年にシビライゼーションダウンとかね、あと2012年にアモーメントっていうね、2作品を出していて、まあ、典型的ではあるんですけれども、結構ね、質の高い作品で、まあ、ご存知の方もいると思うんですけどもね、まあ、やっぱメロディックデスメタル、素晴らしいアルバム出してますね。まあ、そんなジュヒがですね、ディスラプションの、キム・ヘソンにですね、もっと真剣にそれを形にしてみたらいいんじゃないのっていう提案をするんですよ。そこでヘソンさんは、まあ、ジュヒならスタジオを持っていて、自分のアルバムに参加してもらえるようなミュージシャンも多く知っているという理由から、じゃあジュヒと一緒にやってみようということで、アルバムの制作をすることになるわけなんですね。ということで、今回のアルバムでは、テラーマイトのジュヒが、プロデュース、ミックス、マスターっていうのを行っておりまして、ディスラプションのキム・ヘソンさんは、ギター、ボーカル、ベース、そして共同のプロデュースですね。他にじゃあドラムはどうしたのかというとですね、これがまた、レムナンツ・オブ・ザ・フォーリンと、テラーマイトのイ・ジョンヨン、彼がサポートで叩いてるんですよ。まあ、そうですね。まあ、両方掛け持ってるんですけど、レムナンツ・オブ・ザ・フォーリンもですね、2016年に、発表されたシャドーウォークでしたっけね。なんかそういうタイトルのアルバムがですね、やっぱり日本にもちょこっと入ってきてまして、結構日本のファンの間でも話題になったかなというぐらいの、まあ質のね、高いモダンなメロディックデスメタルということで、その韓国のね、狭いメタルの世界の中に、おいてでもですね、高品質の楽曲で認知されているバンドのメンバーたちですね。レムナンツ・オブ・フォーリンとテラーマイト。そのバンドのサポートを受けているということなんですよ。さらにですね、テラーマイトのジュヒーはですね、エンジニアとしてだけではなく、ギターで参加している曲もあるんですけれども、その他にもですね、来日もして、日本のブルータルデスメタルファンの間ではね、もうよく知られた存在になったと思うんですが、フェカンデーションのチョン・ジョンハが、ギターソロで参加してる曲もあるんですよ。それはね、まあちょっと聞いたらもういかにも彼らしいなと思うソロのフレーズで、フェカンデーションファンとしてもにやりとするんじゃないかなという仕上がりになっております。まあね、こういう流れを見ると、テラーマイトのジュヒーさんのね、人脈でがっちり固められたというふうにも見えるんですが、実際のところはですね、ディスラプションのヘソンさん自身もですね、テラーマイトとか、レムナンツ・オブ・ザ・フォーリンといったね、バンドを知らないわけではないんですよ。というのもですね、先ほどお話に出てきた KAGE というバンド、読み方はね、ケージだか影だかわかりませんけれども、名前の由来はね、CAGE のケージの C を K に変えて KAGE としたということですんで、まあ一応ここではね、仮にケージとしておきましょう。間違ってたらごめんなさい。
で、このバンド自体ですね、テラーマイトの前身バンドとして知られてるようなんですけれども、まあそうだとするとですね、おそらく2000の、まあ6年ぐらいから存在していたんだと思いますが、このバンドにヘソンさんが2005年から知り合いだったというジンというベーシストがいるんですけども、そのジンがですね、2007年後半に加入することになります。そしてそのジンがヘソンをケージに誘うことで、ヘソンさんはですね2008年初頭にケージに加入するんですよ。でまあ実際はですねヘソンさん数ヶ月しか在籍していないんですが、そのケージのジュヒさんはそのままテラーマイトへと歩みを進めていくわけですね。でベーシストのジンさんはそのケージからレムナンツ・オブ・ザ・フォーリンを結成していったということなんですよ。つまりですね、ごく短期間ではあるんですけれども、この KAGE、ケージというね、テラーマイトの前身バンドにはですね、ジュヒさんは当然のことながら、レムナンツ・オブ・ザ・フォーリンのジンさん、そしてディスラプションのヘソンさんというね、3人が在籍しておりまして、その後3つのバンドに成長していったという意味ではですよ、とても興味深いものがあるんじゃないかなと思うんですね。ただ、ヘソンさん曰く、そのバンドに加入する以前からディスラプションの曲作りはしていたから、影響はまあ受けてはいるんだけれども、それが全ての根源というわけではないよと言っておりました。まあ確かにね、それはそうなんでしょうけれども、まあ一つのバンドをそうですね、通過しながら三者三様のメロディックデスメタルを築くという流れ、これ僕ね、面白いなと思いましたし、この3バンドのね、関係性が理解できるという意味においては、とても重要なお話かと思ってここで、お伝えしているんですけども、いかがでしょうか。さて、そういう流れで、キム・ヘソンさんのディスラプションは2017年、今年の夏にデビューアルバム、エンティウムド・イン・リバレーズを発表することになったということですね。で、ですね、その他の情報としては、このアルバムにはですね、2006年から2015年までに書かれた曲が収められているということで、アルバム最初、1曲目で、ですね。コラプスという曲が入ってまして、これと先ほどお送りしましたモンストロシティというね、こちらはアルバムの最後を締める曲がありまして、この2曲は2015年に書かれたアルバムの中では一番新しい曲だということでした。で、まあそのね、コラプスの方はですね、YouTube なんかに上がってますんで、ぜひ興味があったらお聞きになってみてください。で、まあ、そうですね、ようやくですね、ここで、まあ、これだけいろんな話を挟んでおいて、今更戻るのもなんなんですが、冒頭でお話ししたアートワークに関する部分、こちらをね、お話ししておきましょう。アートワーク自体はですね、そうですね、溶岩の流れる、岩山に、骸骨となったバイキングの戦士が佇む姿が描かれているんですよ。まあ、それはね、まあ、そんなリアルじゃなくて、ちょっとね、その、ポップにしたらドラクエのモンスターにね、いた骸骨とかね、死霊の騎士になりそうな雰囲気があるんですけども、まあ、そんなポップな意味は含まれておりませんので、それの話はともかくですね、そのデザインの理由の一つはですね、ヘソンさん自身が先ほどもお話しした通り、北欧神話のファンであるから、バイキングの戦士を登場させたという部分。そしてもう一つはですね、火山や溶岩っていうのはね、やっぱり地獄とか邪悪な雰囲気を演出していて、その苦痛の中で一人孤独にあがき、奮闘している姿をそれをもって表現しているんだということを教えていただきました。っていうのもですね、実はそのディスラプションの歌詞の主だったテーマっていうのは、ヘソンさんが経験した苦痛とかね、苦悩が元になっているからということで、ディスラプションっていうね、バンド名自体も、まあ崩壊とか、分裂とかね、あとはまあ、そう、こう、何かやろうとした時にこう、遮るといった意味があると思うんですけども、そういうね、なんていうかな、ヘソンさんの失望感、苛立ち、絶望、まあさらにはね、そういった
状況ゆえに一人孤立し、やることなすことすべてをね、遮られるような苦しみを感じてしまうということで、ディスラプションという名前にしたようですね。つまりですね、その彼の曲のアイディアの源泉っていうのは、絶望とか苦しみ、まあ苦痛ですね、悲しみ、まあ、あがいてるような事柄ということになりますよね。そして、まあ、そういう関連でですね、アルバムタイトルの Entombed in Reveries っていうのも、そういう状況が実は反映されておりまして、苦悶して、なんだ、自暴自棄になるような時はですね、やっぱり思考が心配事とかね、鬱的な幻想に陥ってしまうということで、それを Entombed in Reveries という言葉で表現したということですね。はい。まあ、そういうね、話を聞いてしまいますとね、もう、ちょっとね、メロディーも悲しみというか困惑してるような感じを表現してるように聞こえてきますし、まあ、ギターリフなんかはね、ちょっとこう、あがいてる、奮闘してる部分っていうのも感じはしますけどもね、あとは、ボーカルはね、ちょっと、凄みやドスを聞かせた感じではなくて、ちょっとヒステリックというか、ハードコア的なザラついた感じがしましてね、その、やり場のない悲しみを吐き出してるようにも聞こえてきますよね。まあ、そうですね。確かに、負の要素っていうのはね、創作活動には大いに力を発揮すると思うんですね。まあ、それはね、このヘソンさんのディスラプションでも証明されていると思うんですが、それはそれでね、やっぱちょっと悲しいなぁと思うんですが、しかしね、ただ幸せいっぱい、幸せで満たされてしまうと、こういう音楽っていうのはやっぱり作りづらくなってしまうのかもしれませんから、ファンサイドとしてはね、とてもちょっと複雑な気持ちで自作を待つということになりますけれども、まあ、そうですね。一つ救いがあるとするならばですよ。アルバムにはですね、実は一曲だけね、1分ちょっと、1分15秒だったかな。そのぐらいの短いザ・タンジェリン・アンセムっていうね、曲がありまして、実は、この歌詞だけヘソンさんではなくね、彼の、女友達ですね、大学時代からの友達だと言ってましたけど、その友達がですね、たまたまある時に、あー、タンジェリンが食べたいなんてことをね、つぶやいたことをきっかけに、そのまま、ちょっとした歌詞を彼女に書いてもらって、それで曲も即座に作ったということで、タンジェリンですね。つまり、その、みかんのようなね、ああいう柑橘類に関するタンジェリンのアンセムなんですけども、こういったね、バカバカしいものでもね、曲ができるんですね。まあ、できるならば、救いはあるのかな、なんてちょっと思ったりも一方でしたんですが、まあ、ただね、人生に悩みはつきものですから、やっぱりどうなんですかね。これからもディスラプションは、そういう苦しみを糧にして続いていきそうな気配しますね。そしてね、最後に今後の話をしておきますと、ひょっとしたらそのもうね、ワンマンではなくメンバーを募る可能性も高いようなんですけれども、新作の曲のアイディアもありますし、まあ、もしもね、メロディックデスメタル以外のアイディアが浮かんだら他の名前で発表するなんてことも話しておりました。またね、ライブもやってみたいということでしたんで、いつかステージで見られる日も来るかもしれません。実は今回のアルバムはですね、レーベルを通さずにインディペンデントで発表したものなんですよ。でもね、その割には評判は上々ということで、今後の活躍をね、期待していきましょう。韓国のワンマンバンド、ディスラプションでした。さらっとお話しする予定がですね、今回も気がついたら、このように長めになっておりましたね。本当はもっとね、深いところのお話をしたかったところもあるんですよ、部分的にはね。でもまあ、この番組は基本、お気楽、極楽ですんで、やめて
起きました。まあそれはともかくですね、気がついたらもうこんな時間ってなことありますよね。先日ですね、明日のジョーで有名な涙橋三夜でね、久しぶりに飲んだんですけれども、ついつい飲みすぎてしまいましてね、2軒しか行ってないはずなんですけどもね、なぜか終電にてご帰宅、しかもどうやって帰ってきたのかが全く覚えてないという情けない状況でございました。まあね、楽しい時間っていうのはあっという間なんですけれども、その時ね、入ったお店の一つに、中国は福建省出身の女性が切り盛りしている場所がありまして、その女性にね、まあ女性に年齢をね、聞くのもどうかなと思ったんですけども、お酒の勢いでちょっと聞いてみたところですね、40歳前半ということで、あ、これならね、きっと中国のロック、通過してるんじゃないかなと勝手に思いまして、適当にですね、まあ最近人気のある中国のロックバンド教えてよなんて聞いてみたんですが、全然わからないよと言われてしまいましてね。さらに聞くとね、もう日本に来て20年ということで、結構そのマニアックな演歌とかもね、歌いこなしておりましたんで彼女、まあそれは仕方ないなと思いましたけれども、まあ軽い気持ちで聞いたことなんでね、私は特に気にしてなかったんですが、結構ね、優しいお姉さんでして、今調べてあげるよーって言ってね、まあ調べてくれたところ、今一番人気あるのビヨンドだよなんて答えが返ってきました。私びっくりしてね、嘘でしょと。確かに、まあビヨンドね、有名かもしれないけど、今でもビヨンドなの。それに、香港のバンドじゃんって思わず言いましたら、本当よ、それも香港も中国だよって言われてしまいましたけど、まあ確かにね、そうかもしれませんけども、まあそうですね、まあそれ以降の記憶はもうございません。しかしね、まあどうやって調べていただいたのか、まあインパクトのある回答でしたね。まあビヨンドといえばですよ、日本版も出ていたバンドですんで、説明は不要かと思いますけれども、80年代前半からね、中盤にかけての、まあ、香港の音楽シーンでいうところの第2次バンドブームの時代から活動を開始したロックバンドですから、まあ大体ね、80年代中期ぐらいっていうと、まあ、タイチーとかね、タトミンペアとか、もうちょっと前になると、ブラックバードなんかもね、出てきてた。まあそういう世代のバンドですけれども、ビヨンドはね、80年代後半に、あれですよ、東洋的で、こう、非常にね、広大な感じのメロディーの名曲、第一で、その、香港を代表するバンドとなるわけですね。で、その後、90年代初頭にですね、日本でも、デビューを果たしまして、テレビ番組ですね、すすめ電波少年では、あ、そのまあ、これまたね、東洋オリエンタルなメロディーが爆発する名曲ですね、ザ・ウォール頂上っていうね、印象的なイントロが使われていたりしまして、その後も確かね、テレビ番組のなんかのエンディングに使用された曲もあったんで、まあ、人気がね、日本でも出てきていたんですけれども、非常に残念なことにね、1993年にその日本のテレビ番組の収録中に不慮の事故が起きまして、バンドのリーダーウォン・カークイがですね、亡くなってしまうということなんですね。まあその後ですね、4人から3人編成になったメンバーそのままでビヨンドしばらく活動を続けるんですが、99年にですね、バンドは解散してしまいます。で、その後はそれぞれにソロ活動になるんですが、ちょっとした再結成っていうのはしてるんですね。それにまあやっぱり国を越えて活動してきましたし、人気も絶大ですよね。確かに歴史に残るバンドの一つというのは間違いないでしょう。まあ今でもね、人気があるのはよくわかります。本当にそのみんなの心の中にビヨンドいるんですけれども、けれどもね、けれどもですよ、忘れてはいけないバンドはさらにいます。ビヨンドよりも先輩で、東洋的なね、そのオリエンタル色のバラード曲をね、香港以外の国でもヒットさせて、実際にですね、そのビヨンドのギタリストポール・ウォンの、恩師とも
なったと言われる人物にドナルド・アシュリーという方がいまして、まあ彼はね、マルチに楽器が演奏できる器用な方なんですけれども、なんといってもね、メインはドラムですね。もうアジアの太鼓という異名を持っています。まずは彼がリーダーとして在籍したチャイナというバンドの大ヒットバラード Within You Will Remain という曲を少しだけ聴いていただきましょう。少しだけと言いながら、短くていい曲ですんでね、最後まで聴いていただきました。お聴きいただいたのは香港のチャイナ、綴りは CHYNA でチャイナというバンドが1984年に発表した There's Rock and Roll in China というアルバム。ここでのチャイナも綴りは CHYNA ですけれども、そのアルバムからまずは大ヒットバラード Within You Will Remain をお届けいたしました。まあどのぐらいのねヒットかというと、これはすごいですよ。8カ国語で
カバーされるほど国を越えて広がっておりまして、一番有名なのはね、もうこの曲が発表された1年後ぐらいですかね、シンガポールの東京スクエアというねバンドがカバーしたバージョンですね。この曲はね、もう当時のシンガポールの人ならほとんどの方が知っていたというくらいポピュラーな曲になったようです。まあシンガポールではね、大手の WEA のプッシュっていうのはあるんですけれども、やっぱりオリエンタルなね、こと、まあ正確に言うと古装ですね、グーチェン、そのサウンドとロマンティックな曲調がね、シンガポール人の人々の琴線にも触れることになったんだと思うんですけどもね。私はね、この曲が入ったクラスアクスっていうね、コンピレーションで東京スクエアのバージョンを持ってますけどもね、とてもうまくカバーしてると思いますし、まぁ、ちょっとね、おしゃれな感じもあると思います。ただ、私が知る限りはですね、まぁ、いろいろカバー聞きましたけども、やはり、ドラマーであり、メインのシンガー、そしてまぁ、ソングライターでもある、ドナルド・アシュリーが歌う、このオリジナルが一番ロマンティックでドリーミングなんじゃないかなと感じているんですけどもね。で、このチャイナなんですけれども、1984年にデビューアルバムなのならば、ビヨンドが結成された、まあ、83年の翌年ですからね、さほど先輩ではないんじゃないかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、人に歴史あり。ってな感じでね。やっぱりそこはドナルド・アシュリーはですね、1954年の香港生まれですから、ビヨンドのメンバーたちよりもね、やっぱり10歳くらい年上なんですよ。で、さらにね、父はアメリカ人、母はマレーシア人ということで、まあ、香港色はね、当然持ち合わせてるとして、まあ、アメリカンなね、豪快さと、マレーの泣きがね、彼のロックには多少なりとも反映されているんではないかと勝手に私は思っているんですけれども、まあこの辺はね、私の勝手な思い込みですんで、まあ事実とはね、全く無関係です。まあそういうわけでして、彼はね、70年代からバンド活動を行っております。主だった活動としてはですね、70年代中期ですね、ラムバンド。こちらもね、香港のロック史においてはもう本当重要なロックバンドで、アルバムも残しているんですが、ステージはね、かなりワイルドで熱狂的だったっていう話が伝わっております。しかしながら残念なことに、ボーカリストがね、やっぱ他界してしまったために、バンドはあっという間に解散。ドナルド・アシュリーはですね、その後、香港ロックの父、とね、呼ばれているダニー様っていう方がいるんですが、その彼のバンド、ビサバンドに加入します。そして、その時に出会ったメンバーでチャイナを結成することになるんですね。まあ、ちなみにですね、デビューアルバムのタイトルですけれども、先ほど言いましたね。これはですね、アメリカから香港に来た友人が着ていた T シャツに、まあ、胸だか背中だかわかりませんけれども、There's no rock and roll in China. 中国にロックンロールはないよという言葉がね、プリントされていたのをドナルド・アシュリーが見て、何と。これはまあなんか俺たちにだってできることはあるはずだと奮起しまして、彼は自分のバンド、チャイナを結成。アルバムタイトルをですね、There's rock and roll in China と、したわけなんですよ。ちなみにですね、このアルバムのタイトルに使われているチャイナとバンド名のチャイナはですね、中国の意味の CHINA としてしまうと、やっぱりね、政治的な問題になる可能性があるということで、共に、CHYNA でチャイナとなっております。そしてですね、このアルバムからは、その Within You Will Remain が大ヒットしまして、1985年ですかね、中国ツアーを行うまでになったんですけれども、やっぱり、その、才能があるメンツが集まりすぎたのか、メンバーそれぞれね、ポップス系の仕事もね、多くこなしておりまして、忙しくて、バラバラになって解散と。
いうことですね。しかしですね、すぐにそのドナルド・アシュリーはラムバンドで一緒だったギタリストピーター・ウンという方をね起用しまして、二人でチャイナを再建するわけですよ。ちなみにね、このピーター・ウンというギタリストはですね、60年代後期にザ・ブラック・ジャックスっていうねバンドのメンバーだったはずなんですけども、まあかなり評価の高いギタリストの一人ではあります。香港のね、やっぱり60年代もね、GS とかガレージビート系は相当熱いですしね、多くのバンドがまあ一時代、まあその一時代で消えてしまったとはいえですよ、70年代までロックバンドを続けた人もね多少はいますんでね、まあつながりはあるんですけれども、まあそれはね今回置いておくとしまして、その旧友ピーター・ウンを迎えまして EP を制作します。そしてですね、1987年、なんとイギリスのビルボードにもねチャイナの曲がチャートインするわけですよ。ただし、まあその時にですね、97年だったのかな、そのファーストを作ったアルバムのメンバー脱退しますよね、97年になるとですね、その脱退したメンバーが実はブルージーンズというね、ポップロックバンドを結成してデビューするんですよ。それでまあかなりポップだったんですけど、大成功を収めることになります。でまあチャイナはチャイナでやっておりまして、チャイナはですね、1988年にもねアルバムを出すんです。灰色都市っていうやつをね、それはもう結構好きなように作ったとはいえかなりポップな作品でしたが、ドラムソロまで入っちゃってたりなんかしてね、なかなか面白いアルバムなんですけれども、歌詞がねちょっと政治的な部分があったために、その宣伝されることもなくてですね、フェードアウトしてしまうんですね。でその後ドナルド・アシュリーはですね、アレンジャーをはじめとした仕事を行ったりするうちにですよ、台湾の音楽業界ともつながりができまして、台湾のシンガーサラという人物をねリードシンガーに迎えて、またまたチャイナが復活します。しかしですね、今度は元ラムバンドのピーター・ウンも在籍しつつも、面白いことにカナダ人も交えて、台湾、香港、カナダっていうね混成バンドとなりまして、かなりねこう洗練されたバンドっていうか、まあ音になったんですよ。でアルバムも台湾で大ヒットします。ただこの編成でも長くは続くことなく、チャイナは、移り変わりの早い音楽シーンでは忘れ去られていくことになります。とは言ってもですね、ドナルド・アシュリーはですね、音楽活動は続けておりまして、自分が演奏する以外にもスタジオ経営とかね、あとは若手の指導なども行っておりましたっていうのが、まあ急ぎ足でお送りした大まかな流れなんですけれども、大体掴めましたでしょうか。私はですね、チャイナのデビューアルバムを聞いてからですね、もうすっかり魅了されておりましたから、いつかね機会を見てそのチャイナスタジオ、ドナルド・アシュレーの経営するねそのスタジオに行ってみたいと思っておりましたけども、ようやくね2012年にですね、訪れることができました。スタジオでね、訪れて写真を撮ってましたら、運よく居合わせたドナルド・アシュリーが出てきてくれたんで、自宅からね持参したチャイナのポスターにねサインしてもらうというミーハーなことを行いつつ、少しの間お話を伺うことができて、本当にね嬉しかったことを覚えております。しかしですね、その約2年後の2014年10月にドナルド・アシュリーは病気で亡くなってしまいました。これはね、私、やっぱりかなりショックでしたね。その、チャイナと彼自身についてね、紹介するということを会った時にね、彼に約束しておりまして、その、まあ彼の承諾も得てですね、正式なインタビューを準備していた矢先でしたんで、私としてもね、本当に悔しくて仕方が、なくてですね、しばらくは辛かったというか、今でも本当辛いんですけれども、というのはね、まあ以前から言っておりますが、私の考えとしては、亡くなってからね、ああだこうだ騒いで追悼だとかね、すごかった
とかね、そんなの言っても意味ない、まあ意味ないとは言えないけれども、そんなね、遅いというのがありまして、その、まあ今回の件に関しても、間に合わなかったっていう悔しさというか、まあ後悔で、今まで本当に彼に触れることもできませんでした。しかし、まあようやくね、今になって少しだけでも触れておこうということで、今回、チャイナ、そしてドナルド・アシュリーの名前を出してみた次第です。はい、こんにちは、Japan. How are you? This is China. I'm Donald Ashley speaking. I am the founder of China in 1984. Hope you're all doing well, and thank you for listening to my album.And、I would like to、introduce my band members, which is on the bass, it is、Pal Sin, and on the lead guitar is Furman So, on keyboards is Peter Wong, and myself on the drums and vocals. And most of the songs have been written by myself. Unfortunately, it had to be that way because none of the other members cooperated properly during that period because they were too busydoing other Canton pop rubbish. And、so, unfortunately for the band that did not、survive more than 3 years due to,、like I said, they were too busy making other stuff instead of concentrating on the China album, which is why we had no choice but to disband after that period of time. But China did prove to be very successful.And we were the first band to break into China, and also the first band to be recognized by the Billboard in UK, and also by Virgin Records. So it was very fortunate and very lucky for us, at least for me myself, because to break away from Ram Band,、which was also very successful in Hong Kong, but it was not my band. And I knew that Ram Band had to disband one of these days anyway.So I decided to form a new band and named it China, without the I, so we did not have any political problems with the real China. That's why we call it with the Y, China. Okay? I hope you enjoy the album. All the best to you. Thank you.
大変ノイズ混じりでね、お聞き苦しくて申し訳ございませんけれども、非常に残念なことに今となっては、貴重となってしまったアジアの大公、ドナルド・アシュリーの日本人に向けた肉声。そして、チャイナのバラエティに富んだデビューアルバムから、エナジー・ほとばしるナンバー、ロッキング&ローリンを聴いていただきました。まあ、ハイウェイスターをね、下敷きにしてるのは丸分かりではあるんですが、この熱さはね、素直にかっこいいと思います。他にも、ブードゥー・チャイルドとか、レッド・アイズといったね、ハードな曲もあるわけなんですけれども、バラエティに富んだ、本当にいいアルバムで、私は全曲好きですね。まあ、いろいろ言わなくてもね、聞けばわかることなんで、楽曲の良さはともかく、少し彼から聞いたお話を思い出しながらしてみましょう。先ほども言いましたように、私が彼に出会ったのは2012年、音楽業界のね、問題から、ラムバンド、チャイナ1、チャイナ2の話などを聞きましてね、やっぱラムバンドなんかも、やはり成功を収めたバンドではあったわけですが、とにかく彼は自分のですね、自分自身のバンドを持ちたかったということでした。そしてチャイナを結成するわけですが、先ほどもお話ししましたようにあっという間にね、解散してしまうんですよ。で、まあやっぱりメンバーたちがね、才能があってあらゆるセッションを行っていたっていうのもありますけれども、それ以外にもね、実はちょっと契約をね、守る意識が希薄だったっていうのもあって解散に至ったと、いうことも言っておりました。またですね、その後のチャイナ2をですね、台湾で結成してアルバムを出します。あ、一応ここでね、注意事項として説明しておきますけれども、台湾時代の活動をですね、チャイナ3として、1と3の間をチャイナ2とするのが一般的かもしれません。ただ、ここではですね、私が、スタジオで直接ドナルド・アシュリーが語っていた、その分け方を採用させていただいておりますんで、台湾の時のチャイナをチャイナ2と言っております。で、話を戻しまして、台湾で発売された、答案。The Answer っていうアルバムなんですけれども、こちらの売り上げはもう凄まじくてですね、4プラチナムって言っておりましたんで、もうダブルとかトリプルではなくてクワドラップルということで、以前よりもね、大成功を収めることになります。まあちなみにですね、チャイナ1の時の大ヒット曲 Within You Will Remain はですね、このアルバムでも演奏されているので、バンドにとってね、どれだけ大事な曲なのかっていうのがお分かりいただけると思います。そしてバンドは台湾ツアーも行ってライブアルバムも発表したんですけれども、残念なことにね、1993年に解散。本当に一瞬の出来事でした。それはね、やはりカナダ人との契約問題があって、うまくね、理解が得られなかったっていうことを聞いております。そして、時は流れて1997年、いわゆるね、香港返還ですけれども、やっぱ、いろいろあったみたいで、ドナルド・アシュリー曰く政治的な問題でバンドを組むことができなくなったということですね。ですから、小さなショーとかね、レコーディングセッション、あとは若手の指導に当たっていたんですね、その後は。で、まあ、その彼の教え子たちっていうのはね、いろんな有名バンドで活躍するまでに成長しておりまして、その中でもね、転機となるのが2010年、彼の教え子の一人がですね、マカオの有名な兄弟の二人組のロックバンドでね、ソーラーっていうのがいるんですけども、そこで演奏していたっていうのがきっかけで、ソーラーの兄弟と出会うことになりました。で、ちょっと演奏してみたら、お互いピンとくるものがあって、実にしっくりいったということで、これは運命の出会いだと思ったらしいんですね。ちょうどですね、私が香港に訪れる直前ですかね、ドナルド・アシュリーがソーラーと共に活動をするということで、ソーラートリオ開始のですね、発表がなされたばかりだったのを覚えておりますけれども、まあそのドナルド・アシュリーはですね、本当にソーラーとの
活動を気に入っていて力を入れていたようで、まあそれというのもですね、これまでやってきたラムバンドチャイナでの活動はね、その両バンドともにね、いつも口論が絶えなかったっていうことがあったんですね。で、常に何らかの問題を抱えていたんだっていうことなんですけども、確かにね、売上的にもね、メディアの露出もあったんでしょうけれども、政治的な問題でね、自由にできないこともあったようですし、ラムバンドもね、チャイナもやっぱり短命だったっていうことは事実ですよね。けれども、ようやく運命の出会いを果たしたっていうね、ソーラーとは本当に兄弟のような感覚なんだってね、その会った時に話してくれました。で、ソーラーとはですね、自然体で非常に流れるような感じでね、なるがままに曲の演奏がなされていて、例えば、同じ曲をね、演奏してもいつも違ったスタイルになるんだと言っておりましたね。それが打ち合わせとかそういうこともなく自然に起こるんだと。で、このトリオならば政治的な問題でも何でも共に乗り越えていける、そういう風に言ってたのを覚えてますね。他にもですね、彼の言葉で覚えているのは、まあだからこそ今このトリオでね、やらなければならないと。絶対ギブアップはしないぞと。だって、有名なバンドにね、俺は生徒もいっぱい抱えてるからと。他にもですね、音楽は自分の人生そのものだというのと、いつか日本にも行ってみたいなんてこともね、語っていたっていうのをね、まあ断片的ではありますけれども、覚えております。ともかく、不遇のね、時期を過ごしていたアジアの太鼓王がですね、ようやくこの時に目覚めて、歩み始めた。そんな矢先の不幸な出来事でしたので、私はね、もう言葉を失ってしまって長い間何も言えなくなっておりました。互いにね、ドナルド・アシュリーと私とね、まあ連絡を取り合ってインタビューの準備をしていた段階で、きちんとしたね、ものを取ることが叶わないままとなって、しまったんですけどもね、今回は私の覚えてる範囲で少しだけお話ししてみました。ドナルド・アシュリーとね、日本の音楽ファンには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。申し訳ございません。手遅れなのかもしれませんけれども、少しでも何かをお伝えできればと思っております。そしてもう一つね、私が覚えているのは、彼が言った中ではね、その自伝を書くということですね。そこにはですね、まあ自分の歴史は当然のこと、音楽業界の真実、メディアによるコントロールといったものをね、含む、そういった内容になるって言っておりました。そしてそれをね、まあ暴露とかそんなではなくて、自分の経験から得たもの、学んだもの、そういったものを次の世代へ伝えるといった意味を持っていたようですね。けれども、それはね、製本という形には、間に合うことはなかったんじゃないかなと思われます。彼の死後ですね、約3年経って、今年ですね、2017年に、ミュージックネバーライズっていうね、まあ、ゆかりの、あるミュージシャンのコメントとか、彼の生涯を綴って写真入りでまとめたメモリーブックがね、出版されるのみにとどまったんですね。まあでもそのタイトルでね、お分かりになるように、まあ音楽は人生であるという彼の気持ちがそこに現れておりますし、さらには愛と平和、家族のためにも生きた人でもありました。私もね、ほんの1時間足らずしか触れ合いませんでしたし、あとはね、もうメールのやり取りしかしておりませんけれども、やはりアジアの太鼓王と言われるほどの人物でもね、その実直な態度、人との接し方、あとは話し方、そのすべてがね、本当に思いやりに包まれていたということだけは、しっかり伝わってきましたし、私自身、それを受け取りました。
残念なことに彼のやりたかったこと、それは志半ばで手放すことになってしまったのかもしれませんけれども、彼が長年の音楽人生で培った知恵、あとは育んだ愛情、そういうものは彼と触れ合ってきた人々、そしてもちろんそうですね、タイチとかカラーとかね、レッドリーブっていったバンドをはじめですね、国境を越えて多くの教え子たちおりますので、そういう人々にね伝わって育っていくっていうことは間違いのないことだと思います。チャイナのねファーストアルバムの最後の曲にもですね、確かサポートユアローカルミュージシャンっていう曲があるんですけども、彼はねそれをずっと実践していた方でもあるんですね。自分自身も頑張るし、サポートもしていく。死んでいくことは消えてなくなることではなく、何かを残していくことなんだ。そんな言葉をね、誰かが言っていたのを覚えておりますけれども、まあ、ちょっとね、誰が言ってたかは失念しましたけれども、世の中はね、きっとそうやって引き継ぎながら続いていくものなんだと思いますし、まさしく彼はそれができた人物だと言える。そう思います。ありがとう、ドナルド・アシュリー。Within you will remain. What I need.ということでお送りいたしました、チンタクチルのアジアンロックライジング。今回はですね、まあ無駄話というか話を広げることはあまりなくね、できるだけ簡潔に要点だけまとめるように努めてみましたけれども、まあチャイナでねそれをやることはなかったんじゃないかとちょっと後悔はしておりますが、まあまあ今回ご紹介しましたのは韓国のメロディックデスメタル、エクストリームメタル界に遅ればせながら参戦することになったキム・ヘソンさんのワンマンバンド、ディスラプション。そして、香港のロック界の歴史、その一端を担ったばかりでなく、その種をまき、新たな芽をね、育てたドナルド・アシュリー率いるチャイナをお送りいたしました。これをね、お聞きになった皆さんが何か感じたり、思うところがあれば、これ以上の幸せはございません。それではまた次回お会いいたしましょう。ケンパイ。